にチップキャラですけどね、レースルームやっていきたいと思います。今日はね、アクセス性の二軸シム、これを使ってやっていきたいと思います。このソフト基本無料で使えます。無料でね、どこまで遊べるかっていうのをちょっと追求したね動画1本出してますんで、そちらの方からご覧ください。こちらの方ではね、課金してね、じゃあ何が変わるんかっていうね、本当に課金必要なのかっていうところについてやっていきたいと思います。無料タイトルバーサス課金、何が変わってくるのか。まずは車のね、種類が変わります。車はデフォルトでできるのが7台8台ぐらいかな、なんでもうちょっとあるかな、10台ぐらいかな、しかできません。本当にね、リアルな車になるとやっぱりね、買ってかなきゃいけないっていうね、いうところがこのソフトのマネタイズだから、まあ、悪くはないよね。それじゃなきゃ出す意味ねえやってなっちゃうわけだからね。そういう特徴があるっていうことになると思います。このソフトね、2013年からコツ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 車が増え、それを買ってもらったお金でアップデートを繰り返し、だいぶね進化してますね。そしてこのレースルーム、何が面白いかというと、ヒルクライムがね面白いんですよ。それを今日はね、課金した車でやっていきたいと思います。そしてね、最新の車をね買ってみたいと思います。 GT3 マシンだよな、どれだっけ、最新のマシン、これか、フェラーリエボ、これやな、これ買ってみよう。5ユーロ、買った、買ったね、はい、買いました、フェラーリ買いました。まずね、 GT3 マシンのフェラーリ1台680円ぐらいだね、買いました。コースもねこれだけありますが、できるのが5つぐらいですね。ヒルクライムと、なんかオリジナルコースとセパンとちっちゃいコースと、知らんコースっていうね、その5つができるんですけど、このねヒルクライムはね、前回動画で紹介しましたけど、後でね面白いんで走りたいと思います。これ GT3 マシンで本当の峠道みたいなねところなんで、どうなるかっていうのもやってみたいと思います。そしてニュルを買ってみよう。ニュルはおいくらですか。7ユーロ買います。はい、買いました、1080円ですね。1080円、ニュル、ニュル来た、ニュル来た、ここ来た、はい、ニュル来ました。はい、これね、はい、ニュルを買ったんですが、まずは新しいこのねフェラーリの GT3 マシンで、ヒルクライムだよね、ちょっと面白いんで、レーシングカーで峠道登っていくぜ。さあやっていく。はい、それではね、レースルームやっていこう。課金した状態で、おお、いいじゃん、すげえリアル、峠道が面白い。うわー、いいじゃん、あーすごいわこれ、この峠の感じが本当にいいね。ねじっていく感じと跳ねてる感じ、すごいリアル、跳ねてる感じがリアル、なんか峠に GT3RS で来ちゃいましたっていう、そんな感じ。もうちょっとリアが抜けるけどね、流れ出しが不自然かな、車によるかもしれない。楽しい、GT3 マシンは乗ったことあるけど、峠道を GT3 マシンで走ったことは当然ありません。
フェラーリとかで走ってるとこんな感じだよ。いや、こんなスピードは出さないけど。いいじゃん、楽しい。このぐらいリアルなシムで峠走れるっていうのが面白い。いやーいいよ。はいえ、200キロ超えてる。跳ねてレブってんのか。フラコンかかってんな。うわーすごいすごいな、ここ。はい、ゴールー。すごい面白い。無料でもこのコースあるからね、別に無料の車でも十分面白いよねこれ。それでは次、ニュル走っていこう。ニュルね、車を買った車にして。それではプラクティスからやるんですが、どんどん飛ばしてレースだけやろう。はい、それではレース、10分レースやっていこう。 GT3 マシーンゾロイってことだね。さあどうなる。俺全然、俺まだですけど、まだ俺走ってないですけど、大丈夫ですか、大丈夫ですか。あの、俺運転、誰が運転してます、誰が運転してますかこれ。あ、俺運転してないですけど、なんで逆切ってんですか。さあ行くぞ。どっから行くの、まだ俺運転、ああ運転してきた。さあ行くぞ。タイヤが引っ掛けてる。さあ行け。全然行かないんだけど俺。すいません遅いんですけど。どうなってますか。トラコンをちょっと、どっちがトラコン効かないんだろう。6、トラコン6にしてみた。なんかね、つまんないこの車。この車正直言ってここまでやってつまんないな。ちょっと別の面白い車探すわ。レースルーム GT3 マシーンちょっとちげえわ。ちょっと違う。正直言うしかないよこれ。正直言うしかないの。違う、つまんない。 DTM マシーンとかどうなんだろうね。でも俺乗ったことないんだよね。でカップカー乗ったことあるカップカー、 DTM か、まあTCR だろうな。ちょっと DTM 試そうか。 DTM 何が新しいのかがわからん。 DTM といえばアウディにする。アウディ M6、
何ポルシェにしようか。ポルシェにしよう。ポルシェ DTM、 あ、そうか、 DTM2001 年からなんかそうなっちゃったのかじゃあちゃんとした DTM マシンにしよう。ちゃんとした DTM マシンね。これ買ってきます。はい、買いました。 DTM マシン、ちょっと乗っていこう。はい、それではね、やっていきたいと思います。箱の F1 DTM、 すごいダウンホース効いてる。あ、これは面白いよ。ダウンホースあっていいよ。はい、アクセス性のね、8時シムでやってみます。こんなめっちゃ速いんだけど。よっしゃ、いけ。さあ、抜いたぞ、1台。行くぞ、アウトから行くぞ行けないか、スリッパ入って、あ、これ行けないリミッターかかっちゃう。ここ何、サイドバイサイドですか。グランツーリスモスポーツみたいなちょっと変な動き出るね。ギアが重くてフロントも流れた時の感じが。速くないこれ、コーナー、このコーナリングやばい、吸い付いてる。これ単独走の方がいいな。おお、いやー、いい、気持ちいい、すごいよ DTM マシン、いいね。今であればRファクターだな、乗りたいのはな、Rファクターで DTM マシン乗りたいというね、欲求が湧いてきた。そのぐらいRファクター今いいんだよな、アップデで。まあ分かんない、 DTM マシンだったらどうなるか。こんな混戦で夜走りたくなくね、ダウンホースマシンでこんなスピードで261キロ、ここちょいってブレーキ踏んだだけで行くの、ここ嘘やろ、アクセルちょい戻し、ごめんなさい。おお、
速コーナー気をつけないとね。ここも全開だよ。やっぱ速っ。おー危ねえ。もうちょっとスコーナリング速度が速すぎてわかんねえわ、どこがどのぐらいのスピードでいけるのか。ここワンダーが出ないように。来たか。こっからアップダウンでダウンホースがどうなるか分かんない。怖っ。行かれた。はあ、なんやそれ。コーナリングスピード速すぎてラインが一歩しかないんだわ。うわ危ねえ。ああいうところで姿勢が変わりすぎるし、運転できるって感じじゃねえぞ。それが面白い。こっちに過ぎるとギアがふわって出そうな気が感じもするし。さあそれが来た。お城が見えるぜ。ムルのお城、右側ね、山の上。さあ274、そんな出てないけどね。どこまで行けんのこれ。ごめんなさい。まだ一緒なんだ。マジっすか。ちょっと真剣に走るか。じゃあはいや、本当に速いな。さあ絶対前を追いつくぞ。本当にね、ラインが1本しかない。怖っ。
け。難しい、本当にこうダウンフォースと両方考えなきゃいけないっていう。もうちょっと速い運転の仕方あるだけですね。ここ失敗したらあかん。バックミラーモニターにあったんだな。バックミラーすげえ探してたんだけど、さっきから。さあ行け。全開なんだ。全開なんだな、これ。やば、これ。難しい。このフロントタイヤのさ、使い方がくっそ難しい。フロント荷重かかってないとフロントがこう、ね、入ってこないし、ちょっとリア横に、横っていうか縦に、前に出そうとすると横に流れちゃうし、それがダウンホースによって変化するから、フィッシュアンダーもすごいしね。フィッシュアンダーというか空気が入ってんだろうな、姿勢なんだよな。常にあると結構こう仮面に空気が入ってて、でも同じスピードでもこうちょっと前下がりにしてあげると本当ふーっと入ってくるんだよな。だからその姿勢作りが多い。つどつど要求されるっていう。それがもうダウンホースで極端にこう変わるから難しいですね、うん、なかなか難しい。
なんかこう要素が一つ、こう荷重移動以外にそういうなんかあとね路面のこうアンジュレーションとあとはねそういうなんかいろんなものがあとは空気のそのねダウンホースっていう要素がいろいろ複合的になってふふふ最後ぶつけたなんでなんでちょ待ってダメダメダメ行かせないはいゴールやばいってね、なんで俺だけ BOP10 キロなのねどういうことやねはいということでねやってきましたけどいかがだったでしょうかね、まあ、DTM ね面白いけどねなんだろうなレースルームちょっとこうそうだね GT スポーツチックな動きっていうところもあってなんか R ファクターとか i レーシングに比べるとちょっとやっぱりそこがシムとしてはちょっとこう劣るかなっていうところはまああるとは思いますけどねなんかこうはいどうなんでしょうちょっと私の感想なんでね皆さんはねどう感じるでしょうかまあ無料なんでねぜひともやって感想を書いておいてくださいということではいまたねこれやっていくんでよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますあこれねめちゃくちゃちょっとねやり直してるんで NG 集ご覧くださいどうぞ誰が運転してるんですかそしてどっからですかスタートラインちょっと手前から運転させてほしいわおちょっと待ってすげえ楽しいこれだけダウンホースがあって反応できない反応できないよく転がるああそれではじゃあやっていくぞこれは面白いぞ。なんてやねん。ただ低速コーナーでは遠足に乗っても、遠赤に乗っても変わんないんだ。ダウンホース出てないから。あ、ちょっと待った。やっちゃった。はあ、これできなくねえか。